こんにちは、マズです。本日は2020年12月31日、大晦日。皆さんはどうお過ごしでしょうか？僕は一人で今、家で過ごしてます。年は思うように行動ができなくて、例年と比較しても、バドミントンをする回数っていうのは、比較的に少なかったように思います。その中でも、バドミントン用具に関しては、ちょこちょこと購入してたんで、今回は2020年のまとめとして、僕が今年買ったバドミントン用具で、良かったと思うものベスト5を紹介していこうと思います。前置きが長くなってしまうのもあまり良くないと思うので早速紹介していきます。今年買って良かったバドミントン用具第5位がこちら、リーニのハーフパンツ。こちらのハーフパンツは、以前自分の先輩が履いててめちゃめちゃかっこいいなと思ってて、最近ついに購入してしまいました。バドミントン用具を真似することについて、単なるパクリという意味合いとリスペクトという意味合いがあると思うんですけど、僕はリスペクトの意味合いで購入しました。先輩真似してごめんなさい、憧れてます。ちなみに僕はこれ M サイズを着用してるんですけど、172cm でサイズ感もぴったりなんじゃないかなと思います。続いて第4位がアディダスブフト P8 ですね。今までアディダスのラケットは使用してきたことがなかったので、こちらが初めてのアディダスのラケットでした。このラケットの一番のポイントを挙げるとしたら、やっぱりデザイン面かなと思っていて、派手な配色なんですけど、マットな質感で、全体的にすごく収まってるなという印象を受けますね。もちろん性能面でも良くて、使いやすいんで、そこも気に入ってます。やっぱね、ラケットはデザインがいいよね。そして第3位がこちらのパワークッションエアラス Z。正直2位と3位で結構迷ったんですけど、エアラス Z はまだ購入してから間もないということで、今回3位に選びました。自分は左右でカラー違いで履いてるんですけど、こっちの片方ずつというか、通常通り履いてもかっこいいです。僕が履いてきたバドミントンシューズの中でも圧倒的に軽くて、性能面でも気に入ってます。2021年はこちらのシューズを履くことが多くなると思いますので、また楽しみにしておいてください。そして3位と僅差で2位に選ばせてもらったのがこちらのアストロプス 100ZX ですね。このラケットは文句なしに使いやすいですね。今年出した動画でも一番使用頻度が多かったラケットだと思います。周りでもね、あんまりこのラケット使ってる方がいないんで、そこもポイントかなと感じてます。1年間ありがとう。そして栄えある第1位が、これちょっと意外に思う方もいるかもしれないんですけど、こちら STB ロングスパッツプロモデルですね。こちらヨネックスさんから発売されてる STB のロングスパッツになります。ハーフパンツの下とかにね、着るやつです。正直、2位から5位と比べても圧倒的に買ってよかったなっていう気持ちが強い商品ですね。理由としては、まず、この時期だとあったかい。で、動きやすい。で、着用時にちゃんとサポートされてる感じがするので、履いてると履いてない時だと、全然競技力にも差が出てくるんじゃないかなと、個人的には思ったりしてます。唯一にして最大のネックが価格面だと思うんですけど、購入してしまえばおそらく後悔する人って少ないんじゃないかなって思います。月並みな言葉で申し訳ないんですけど、お値段以上だなと僕は感じてます。なので皆さんにも心からお勧めできますので買ってみてください。以上が僕の2020年購入してよかったと思うバドミントン用具トップ5になります。本当に今年はバドミントン内外でもいろんなことがあって、YouTube もね、結構伸び悩んでたので、来年からも頑張りますと、手放しには言えない心境ではあるんですけど、いつも動画を見てくださる方だったりとか、応援のメッセージをくれる方がいる限り、動画はちょこちょこと出していこうかなと思っております。2020年は、僕も皆さんも、結構辛いことってたくさんあったと思うんですけど、2020年はその分も楽しいことがあることを心から
願ってます。この動画が2020年最後の動画となるんですけど、2011年も引き続きよろしくお願いします。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また来年お会いしましょう。さよなら。